こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、マイルススマイルズのフットプリンツという、まあこれもちょっと問題作ですね。3拍子と4拍子が切り替わったりするんですけど、学生の頃これ何聞いて何もよくわからなかったですが、今回ですねこれの楽曲説明するために全部聞いてたんですけど、途中でも涙が溢れそうになってですね、ほんまマイルスバンドを本当に今生でこの当時のこの演奏を見れるんだったら本当100万出してもいいなって思ったぐらいですね。本当にあの素晴らしい演奏だと思うんですけど、解説の今日はドラムの解説なので、レガートがですね3拍子なんだけどレードバックレゴガートなんですね。でこれはこの間やった、トップとかボトムとかそういったお話のレードバックっていうお話があったと思うんですが、シンバルレガートをベースよりも後ろにさせることによってスイングさせるっていうやり方をしています。だからこのバンドの場合は、ノン肩がトップにいるので、だから、トニーは結構メロディー側のドラムを叩く役割になっているんですね。はい。で倍のテンポに切り替えるとこがあって、でそこの倍のテンポに切り替える、あと 1.5 拍子への切り替えですね、こういうところをやっていきます。で、4分の4拍子への切り替え、ラテンのパターンにしてるんだけど途中で4分の4拍子に切り替えるんですね。でここでベースラインも一緒に切り替わります。そこのお話をしたいのと、4分の4拍子のタイムの切り替えですね。このラテンのタイムの4分の4拍子とスイングのタイムの4分の4拍子で切り替えになってるんですね。ここら辺を解説をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それでは、譜面を作っておきました。ここの、最初のこのね、まあ要はブルース進行888の24のブルース進行です。で、これは楽曲解説の方でもやるんですが、要はブルースの1段目2段目3段目ということですね。3段目の前半のとこだけ、ここは何に言ってもいいという多分指令が出てると思うんです。だからベースとドラムが行き違ったりしてるんですが、ここは何をしてもいいと。で定番のパターンは、倍のタイミングに行ってます。まずはそのレードバック4ビートってやつですね。ウェイン・ショータはこの、フットプリンツの初演はですね、アダムズ・アップルってアルバムの中でですね、ドラマ「ジョー・チェンバース」でやってますね。ピアノ・ハービーなんですけど、確かこれ結構このレーベルで寄せ集めでその日引っ張っていったらそのメンバーだったっていうふうにショータが書いてましたけど、その時は、普通にスイングさせて、なので、いう風にやってました。でこれをその表拍を後ろにレードバックすると、という感じでライドがこうドドドドドドってたまることで、いつもやってブラックエースって言われるやつですね。ブラックエートビートってやつがこの後ろ側にこう来ると、なんか跳ねて聞こえるんですよ。要はまあ後ろ拍が跳ねた位置に入るからね、という形になるわけです。そうするとこう大人っぽいなんかこう空間が広がったみたいな感じがするというか、こうグルービーなのはさっきの前半の方がグルービーなんですけど、こっちの方が、こうまあトニー・ウィリアムスのレガートって感じですね。というわけで、こういう、4ビートの、部分はこれでやっています。で、あとはここの部分は、ここはもう、普通に倍点に行くわけですね。なのでこう。そうするとレードバックした4ビートから今度はちゃんとトップを取って、トップからの、倍のテンポ、だから、次から後ろにこうレガートする時はタイミングをちょっと後ろに取って、こういう時はこれ全部切り替えですね。ここが結構最初のうちはなかなか本当に最初のうちはできないと思いますが、こういうふうにやっています。普通にこれが、1拍半なので普通に半分に取るやつですね。といった具合に、ね、急にテンポが遅くなったような感じに聞こえますよね。
こういうのが、このハーフ、1.5 拍のホービートになっています。ここに書いてあるんですけど、ドソドミっていう風にベースラインが来るんですが、3拍子でワンツースリーワンツースリーであると、こう1小節を100で考える。この場合はちょっとちょうど、割り切らないで99になるんですけど、33、33、33の長さであればツースリーワンツースリーワンツースリーワンで、これをね若干37、37、25にする。タン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 うんタン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 うんにすると、いきなり4拍子に聞こえるんですね。要はここの真ん中の音符と次の音符がちょっとずつ後ろに行くことによって、こういきなり4拍子に聞こえてしまうという、そういう、こう裏技を使ってるんですね。これ、打ち込みでね、ロジックってやつを使ってるんですけど、このロジックでちょうど見てもらうと分かるんですけど、これね、分かるかな、ほら、ほんのちょっとずつ後ろにずらしてあるでしょ、これ。で、ここの次の小節の頭は一緒なんですよ。で、これはちょうど均等の33ずつなんですけど、ここは、37、37、まあこれ勝手に目分量で聞こえるところに、ま、合わせましたけど、そうするとね、まず3拍子の方聞いてみると、1、2、3、1、2、3、1。で、切り替わると、こっちの方に切り替わると、1、2、4、1、2、3、4、1、4、1に聞こえるでしょ、というこうからくりを使ってるんですね。こっちちょっと後でやりますね。で、この、3拍子からここの4拍子に行くってことですね。これが、すごくて、やっています。もうめちゃくちゃすごいなと思って。これって、ドゥドゥニジャエローズっていう人たちが、要はセネガルの国宝の太鼓の達人でいらっしゃる、この地の太鼓の達人じゃないよ、太鼓の本当達人の方がいらっしゃってですね、僕直接面識ないんですけど、永見くんっていう、九州のね、ことか、あと、富山栄一郎さんとかがもう本当に交流があってですね、いろいろ僕も教えてもらいました。僕全然できないんですけど、こういうバラっていうリズムがあって、1、2、3、1、2、3、1、2、低い方がね真ん中に来るから、ドンカタドンドンラタドンドンラタドンドンラタドンに聞こえるんですけど、うんドンまたうんドンまた、この最後の音がバラって言うんですけど、バラって言うから、だからチドンラタ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 チドン、こういう風に変化して、で、マイルス・マイルズと一緒で、3拍子から4拍子に変わったら最後まで4拍子のまま行き切るんですね。だからマイルスもこの形なんで、これ知ってたんじゃないかなって僕は思うんですけど、交流があったのかな。まあ、すごい、要はアフリカのもともとのそういうこの、トラディショナルなやり方なんですけど、これをやっていますね。これすごいパターンだと思うんですけど。4分の4のタイムの切り替えって何かというと、この4拍子になりました。だけど4拍子になったのは、これ4拍子になったとこもレイドバックエースビートなわけですよ。ロン・カーターの4ビートに対して、ドラムは要はレイドバックをしているので、そうすると4ビートに行くときは一緒に行かなきゃいけないじゃないですか。ことやってるんですね。だからこれ一緒にドラムでこうアルバムに合わせてずっと叩いてたんですけど、ホービートンとかでやたら走って聞こえるんですけど、後でメトロノーム乗せてみたら、あ、レイドバックしてるんだみたいな感じだったんですね。あ、要はずっとインテンポのまま、ドラムが8分音符の時はゆったりにしてて、ホービートンの時にはトップに戻すから、だからテンポが変わって聞こえるんだなと思った、まあ、感動の一瞬でございました。これはもうね、本当に学生の時には分かんなかったですね。まあ、プロになってからですね、こういう話をいろいろ聞いて、まあ、一応仮説を立てて、推測して、
そうかなと思って、まあ一応こういうメトロノームでこうソフトでね、メトロノームでこう視覚化してどういうふうにずれてんだろうみたいな感じでやってみましたが、結局ね数字じゃできないんですよ。結局数字はあくまでも指標なんで、あこういうふうにやってんだな、もうちょっと前かな、もうちょっと後ろかなって探るためには必要なんですけど、最終的にはこういう人たちって多分数字でやってないんですよね。多分ね感覚で、聞いた感覚でやってて、こうすると気持ちいい、こうすると気持ちいいなんですよ。なのでフットプリンツなんかも楽曲解説しますけど、楽曲解説すると分かるんですけど、めちゃくちゃ走ったりめちゃくちゃもたったりとか、テンポ自体はかなり揺れてますね。なので本当にこの間テンポっていうのは、まあ、自然の摂理だからその時思ったテンポでいいっていう、ただその思ったテンポって結構走りすぎたりもたりすぎたりするんで、あとやっぱりねこういう揺れっていうのはすごい大事だなと思いました。その時に対して、まあでも本当に細かい単位でもうちょっと前、もうちょっと後ろってやりつつ、じわじわじわっと速くなっていくには全然問題ないんじゃないかなというふうに思いました。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。